さあ菊田早苗とムスタク・アブドゥーラヘビー級同士、重量感あふれる戦いに期待がかかります。まずは序盤、左に回転していく菊田、体を揺らします。イラクのレスリング王者対柔道の国体王者の戦いですね。なるほど、はい、どんな攻防になるんでしょうか。まずは軽く足を伸ばしていきました菊田、フィントをかけて飛び込んでいった。おっと、カニバサミをちょっと見せかけましたね。このあたり柔道という形ですかね。はい、はい、さあ早くも猪木あり状態ですね。そうですね、はい、ステップを取りますアブドゥーラ、上からいきなりナックルパート。さあしかし足を取りたい菊田、冷静ですよ。このあたりは意外に冷静、菊田足を取っていく、しかしそれを距離を取りたい、はい、ヒールホールドから膝十字ですね、つけて。さあここは膝十字つけて、しかし効きませんね。これ効いてるからこそパンチを打ってるとも言えますね。あ、辛いから、はいはい、もがいてもがいてパンチというところなんでしょうか。さあ菊田チャンス、はい、ここは一気に持ち込みたい。決まってますけれども、選手は興奮状態にありますから、痛みを感じないということですね。あ、アブドゥラ痛みちょっと感じてない部分もありますか、はいはい、さあしかし今度は移行していきます、はい、ヒールホールドかアキレス腱固めを狙ってますね。どちらに行くのか、足をぐーっと締め上げていくが、そこに膝が降ってくる。はい、ヒールホールド狙ってます。右手に注目してください。ところはちょっと距離が近いんですね。あ、距離が近い、ムスタクのパンチを逆にもらってしまってます。顔面へのパンチ、先ほどの膝十字が決まらなかったことにより、意地でも足関節を決めようというふうに考えてるんだと思います。あ、ちょっとこだわってますか菊田は。はい、はい、さあそのあたり足へのこだわりがあるが、あっとここもかかと、そしてパンチ危険ですよ。もう一度チェンジですね。体を入れ替えます。膝十字です。膝に移行していきますが、決まっているように見えるんですけれどもね。そうですね、しかし上体を起こしているアブドゥーラ、今度足首移行です。もう少しかかとを上に向かせたいですね。もうちょっとこう引き寄せたいという形ですかね、はい、顔のあたりまで、はい、しかし胸のあたりにちょっと足が下がっている、はい、そこに蹴りが飛んできた。足関節、背中、足関節というのはですね、もし決まらなかった場合に相当なスタミナ消耗してしまうんですね、それは菊田の方ですか。はい、かけていながら、体力の方を消耗していくという菊田、はい、パンチをもらってちょっとパニックになっているかもしれません。足をフックしていくアブドゥーラ、バック取りチャンスですよ。立ち上がった。ここはパンチの応酬、菊田選手もスタンドマンのジムでキックの経験ありますから、はい、ところはでも打ち合わない方がいいですね。ああそうですか、はい、このあたりは何かこうがむしゃらにがむしゃらに前に出ていく両者、はい、コンパクトのパンチを出してクリンチしていく作戦を取った方がいいと思います。ちょっとパニック状態にありますかね、はい、菊田の方は、はい、一旦距離を取ります。大きく大きく息をしました菊田、ちょっとバテてますね。引き込みました。引き込みも考えて打たないと、この種の戦いでは一方的に打たれてしまう可能性がありますからね。さあアブドゥーラ上になることができるか、それをしのぐか菊田、体力相当消耗してますよ。これも顔面にパンチ、なんとか菊田の左膝がアブドゥーラの胸のあたりに入ってガードしてるんですよね。はい、少し状態を遠ざけようとして足関節を狙う素振りを見せてますね。はい、少し足関節にこだわりすぎているかもしれません。足にこう気持ちがいってますか、はい、右手は足にかかっている菊田、はい、ところが状態が空きすぎているためにパンチもらってしまうんですね。ここもナックルパート、さあ横に回るかアブドゥーラ、足を取ります菊田、取りますよ、これはいけるか、セコンドからもいけるという声、相手遠ざけたいですね。右足を回して、いい角度ですよ、脇に入っていく、ヒールホールです。ヒールホールド締められるか、ぐーっと、あ、しかしこれを回転してうまく避けた、危険を察知したんですね、読まれましたね、はい、あ、そしてこの蹴り、非常に危ない、これが危ないですね。さあちょっとしたところ相手ミスをついてきます。このあたりうまいですね、はい、このアブドゥーラ、はい、菊田選手も足のさばきがうまいですから、はい、あとは状態の距離をなんとかしたいですね。そのあたりどうでしょう、このアブドゥーラの方は去年の10月ブラジルのバーリトゥードブラジルオープンに出場しているという経験が生きてますかね。そうですね、おっとここはマウスピースが飛びます、あらゆる角度からパンチを
繰り出していけるというのは強みですね。上になって自分のペースに持っていくのがうまいですね。そうですね、体力ありますね。さあ再び有と猪木の体勢のような形になりました。どうする、あっという間にパスが出されてしまいました。今もちょっとフェイントをかけながら、亀危ないですよ。ここは亀になります。危険な状態。さあ締めていく、アブドゥーラ。スリーパーに入っていくんでしょうか。まだ懸命にこらえている。上を向き直してですね、胸と胸を合わせてガードポジションに一度戻したいところですね。さあしかしなかなか思うように足を入れていくことができません。なんとかこの左膝で相手を遠ざけようというところですが、はいはい、柔道の経験は生きてるんですが、やっぱり状態の距離はいかんともしがたいですね。反対側からうまく回りました。横に回る。そしてまた亀になってしまう。危ないですよ。サイドからそして上からパンチが浴びせられます、はい、亀になる癖は絶対に避けた方がいいですね。そうですね、この辺り、はい、苦しいからこそ攻めてほしいというところですが、さあロープ際エプロンサイド耐えられるか。エビをして徐々に動きたいところですが、ロープに詰められています。さあステップオーバー、マウントポジションですね。そして締めていく。ゾーン1でのスリーパーが入ってますよ。顔色が変わってきた。菊田大丈夫か。あっとここでタップか、どうか。タップタップタップ、ね、タップしてしまいました。一本負けです。ムスタク・アブドゥーラ前腕による締め、見事な勝利。やはりこれ経験の差ですかね。そうですね、